59分、プーさん、59分、大丈夫、まだ慌てる時間だね。いや、慌てる時間だよ。開始価格1円、何いくらで売れるかを調べるってあるんだけど、こんな事前にわかるの。終了する日時、結構なんか長くまで選べるじゃん。ここでいっか。あ、はい、ごめんなさい、僕の送ったテキストはウーム株式会社応援グビグビチャンネルになってるんで、グビグビを消してる。いや、いいです、グビグビ。商品のアピール、この商品をリストの上位に表示して目立たせよう。お金払うと上の方に行ってくれるよってこと。こんな1万円ぐらい払っちゃうよ。こんな100円までしかいけない。あ、1日あたり1日999円払います。このオークションが上位に表示されるってことだよね。マッチングアプリと一緒ですね。課金します。出品来た。以下の商品の出品手続き完了しました。ご利用ありがとうございました。てつやの個人チャンネル命名権150万人まで。このオークションの商品ページを見える。画像がない。このページを共有すればいいのかな。それではツイートもしましょう。てつやの個人チャンネル、はい、ツイートします。でちょっと見てみよう早速。まだ入札はいないですね。あ、待って、27人がウォッチに登録してくれてる。アクセス1392、2464。お、1秒ごとにどんどん増えている。いや、これ画像がないの説得力なさすぎるな。2億みたいな入れるのもできないようにヤフオク側さんに設定していただいてるので。ほう、本人登録が必要なんですよ。なるほど。なのでちょっと最初動き悪いかもしれない。一応僕が入札してました。え、入札したの。見たい、待って、見たい。初めての入札でん。おお、え、待って、これさ、13件来てるよ。え、いくらでやりました。僕、999円とかで、このあなたが最高です。残念ながら、もう超えられてて、もう2609円になってますよ。やばい、ちょっと。俺のチャンネルの名前の価値が2600円もすでについている。え ?5200 円。5200円になってる。ちょっとまた更新してみよう。5750円。見るの楽しいな。さあ、開始10分で9000円を超えていきました。送料無料ってのは優しいですね。2万1500円だったよ。ものの10分で。出品者への質問が来てますね。未回答の質問が4件あります。何でしょう。夢丸の子供の相性はどうなりますか。これに関してはですね、変わらないかな。僕はそういう名前にしただけなんで。これ回答しとこう。はい、質問の回答ができました。オークションの規約通り3歳まで、てつやの個人チャンネルは動画アップロードチャンネルからおまんじゅうへ改名しましたちゃんの名前は、てつやの個人チャンネルは動画アップロードチャンネルからおまんじゅうへ改名しましたのままです。こうやってね、わからないことがあったらどんどん回答していきますからね。それによってオークションがしっかりと盛り上がっていくのでね。さあ、だー !4 分目離したら、10万1000円になってる。ちょっと目離せないね、これね。あー、よくないな。チンチンを舐めたいっていうチャンネル名でもいいですか。これもちゃんと答えとかないとな。公序良俗に反する名前に設定することはできません。急にこの冷たい突き放しっぷり。傷があるのでしょうか。ないとは言い切れません。一日放置して明日どうなってるかちょっと見てみたいと思います。開始20分で10万5千円ですからね。正直どうなるか予想もつきませんが、まあ、無事に開始できたよということでね。オークション開始直後の様子はこんな感じでございました。それでは一日待ちたいと思います。何してんの？くつろいどろめ。あら、かわいい。何それ。あー、何かわいい。じゃなくて、すいませんね、ちょっと動画撮るんで横失礼しますね。ということで、命名権オークション開始から丸1日が経過いたしました。昨日の時点からね、見ないようにしてたんで、いくらになったかちょっとチェックしてみましょう。さあ、来ました。じゃじゃん！あー、303万2000。前回の虫眼鏡の200万を超えてしまいましたね。215件。あと6日間ありますからね。うわー、これはどうなんでしょうね。こっから上がんのかな。もうこの人でいいやってなっちゃいそうだけどね。あ、質問めっちゃ来てる。ちょっと見てみよう。例えば毎日投稿とついた場合、その名前の効果は発動されるんでしょうか。命名することは可能ですが、投稿頻度や動画のスタイルに影響を与えることは一切できません。送信。購入して哲也さんに動画で決めていただくという方法も良いのでしょうか。相談相手になることは可能ですが、最終的な決定権は落札者にありますと。送信。いたずら入札されたものが落札者になった場合はどのような対応するのでしょうか。入札の際に本人確認を行っているので後日正式に地獄に叩き落とします。送信。いつもお世話になっております。すみません、こちらの商品なのですが無料でお譲りいただくことは可能でしょうか。うちには小さい子供と病気の母と大食いのブラジル人が20人います。どうかよろしくお願いします。不可能です。毎日投稿麻生太郎の旅行チャンネルへ変更は可能でしょうか。
麻生太郎さん本人が落札した場合は可能です。そうでない場合は毎日投稿麻生太郎の旅行が見たいチャンネルなどにしてもらう必要があります。送信。こちらの商品をプロポーズ用に購入するのは大丈夫でしょうか。さやか愛してるぞ結婚してくださいチャンネルにする予定です。素敵だと思います。いやー1日で300か。ちょっとまだ予想はできませんがね、今後も目を離さないようにチェックしていきましょう。基本的に1日ごとに撮っていきますかね。それではまた明日見てみたいと思います。おやすみなさい。はい、ということでですね、なんと驚きなんですけども、命名権オークション、あとちょっと鮭、カメラずらさないで、尻尾映ってるよ。常に猫に邪魔される系 YouTuber って言ってですけども、なんとオークション終了まで残り10分となっております。なぜこんなことになっているのか。3日目、全然映ってらん。3日目4日目とかね、意外と思ったよりねバーンと上がんなくて、まあまあまあ今はいっかと思ってたらね、こんなタイミングになってしまいました。さすがに今だけは動画を撮ろうと回しております。それでは現在の値段ね見てみたいと思います。出品中でいいのかな。はい、てつやの個人チャンネル、あー出てる、680万8000円。残り10分っていう風に出てますね。390件も入札されております。あ、でも意外と1000円ずつ上がったりしてるんですね。あ、すごい、これ評価とかって書いてあるから、多分過去に入札、何を真剣な顔してるんでしょうな、あんた真剣な顔でうんちしてる場合じゃないでしょ。そこで終わるんだよ。あ、そ、ま、なんか前にクッ、前にクッってなるんだね、うんちするときね。終わった、終わったの。残り3分となりましたが変わりませんね。あ、残り2分、変わらないね。うんちの匂いがすごいあ、残り1分となりました。これは終わるかな、さすがに。終了時間間もなくかと思われる。入札件数390件、680万8000円。さあもう終わるぞ。あ、終了しました。ということで、てつやの個人チャンネル命名権150万人までのこちらの商品、アクセス総数173万3553、入札件数390件ということで、680万8000円にて落札、お疲れ様でした。まあ、後日ね、この落札者と連絡を取りまして、チャンネル名をね、何にするかというのを聞いて、それをね、この動画の中でお伝えして、終わりにしたいなと思いますんでね。ということで、お疲れ様でした。さあ、ついに、チャンネル名が決まる日が来ました。命名権を落札した方とね、やり取りをしまして、今なんと、ズームで繋がっております。まだこっちの音声は聞こえてないんですけどね。事前にもう何も聞かないようにしました。今からどんな人なのかね、全部目的とかも含めて聞いていこうかなと思うんでね、一緒に衝撃を味わっていきましょう。じゃあ行きますね。繋げます。もしもし。あ、もしもし。男性ですね。あ、どうもはじめまして。はじめまして、東海部の哲也と申します。どうもはじめまして、ベリタンって言います。ベリタンさん、相性がベリタンなんですか？そうですね、自分、大阪南のクラブロッシュというお店で、ホストの代表をやりながら、まあ、YouTube もやってて。ホストの代表さんかつ YouTuber。あ、そうですね。はあ、ホストの代表ってことは、だから金持ちだ。ね、ちょっとこれ聞きすぎるとどういう系のチャンネル名にしたいかがなんとなく見えそうだから、あまりこの段階で聞けないんですよね。そうっすね。まあそのお金とかに関しては、はい、自分が YouTube を2、3年ぐらいずっとやってて、でその YouTube の収益とか社会人の時にもずっと貯めてたお金やったり、その貯金をなんかいつかなんか自分のためとか、その YouTube の企画とかで何か使えたらなと思って、使う機会はここだなと思って。なるほどです。ほんまにすごい憧れの YouTuber さんで、まあ、東海さんのチャンネル出るのがまあ、すごい夢やったので、イカダの初期の段階から見たりしてたんで、はい、僕今27なんですけど、はいはいはい、大学の頃からずっと見てて憧れやったので、うん、嬉しいなっていう気持ちもありますし、自分がその家庭事情もあったりとか叶えたい夢もあってホストもやってるんですけど、うん、やっぱりその世の中のホストに対しての偏見ってすごいので、うん、まあ、こうやってなんか大手のチャンネルさんを通して少しでもなんやろホストに触れて偏見とかなくなればなっていう思いもあったので、まあ、YouTube やってなかったらじゃあお店の宣伝な
なのかなとか思うけど、 YouTube の企画でってなるとちょっとどっちかわからなくなってきましたねこれは。ちなみにこれこの方はね落札して権利を得てるので、僕含め全く文句言う権利がないですからね。宣伝でもボケてもボケなくても何でも、もうこの人の自由自在という権利を持ってるってことちゃんと理解した上で見てくださいね。プレミア公開のチャット欄の皆さん、分かりましたか？今から聞きますからね。まあ、純粋な気持ちでちょっとチャンネル名決めさせていただきたいなって思ってます。なんかもしかしたら感動の動画になっちゃってんじゃないのこれ、大丈夫かなこういう方に落としてもらえてよかったってちょっと思いました。本当にもう好きに使っちゃってください。ではチャンネル名を聞いちゃいましょうかね。僕の個人チャンネルの名前が何になるかを言っていただきましょう。それでは、はい、お願いします。レリタンで検索お願いします。バカシンプルバカシンプルだった。レリタンで検索お願いします。これでいいですか、これで。はい、これでお願いします。はい、こちらベリタンで検索お願いします。これで本当に大丈夫ですか？まだ帰れますよ。そうですね、あんまりその長すぎてもあるかなとは思うんで、うん、これでお願いします。はい、この瞬間から僕の個人チャンネルの名前はベリタンで検索お願いしますになりました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、音羽先生、個人チャンネルベリタンで検索お願いしますへようこそ。おお、もうこれ言うだけだけど大丈夫ですか？本当にめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみに検索したら何が出てくるんだ？ベリタンで検索した結果ツイッターが出てきますね。ブレイキングダウンのオーディション出てるんですか？あ、オーディション出てます。それが一番最初に出てきた。あれ、ベリタンランド、 YouTube のチャンネル名がベリタンランドっていうチャンネル名でやらせていただいてて、今んとこ検索お願いしますって言って検索してもらうとツイッター、インスタ、YouTube が出てくるっていうのが分かったんで、ちょっとここら辺しっかり強化して頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。検索してもらった結果も大事なんで、やっぱりもうこんだけね言う以上はね、検索した先がやっぱりいいものであり続けてほしいというね願いも込めてしっかりと動画で寄せていただきますんで。ちなみに検索された挙句野望は何かあるんですか？まあ僕ホストのお店をやらせていただいてるんですけど、はい、新しく YouTube チャンネルとかも、ね、ホスト用で作っていったりしたりとか、うん、お店の規模もでかくしていきたいなと思ってて、まあ先ほど言わせていただいたんですけど、あのホストに対しての偏見とかもそうですし、もうホストが身近なものになっていければいいかなと思ってて、うん、まあそういう思いも込めてこの先の野望を叶えていけたらいいかなって思っております。はい、僕の哲也の個人チャンネルはね150万人まで、皆さんにもっともっとホストが身近なものになるようにね、しっかりとチャンネル名を言っていきたいと思います。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。はい、とんでもないものを高額で落としていただき本当にありがとうございます。 YouTube も Twitter もインスタもホストもこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これからも応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼しまーす。はい、ということでね、てつやの個人チャンネル、動画アップロードチャンネル、そしておまんじゅうと経てきたこのチャンネルは、ベリタンで検索お願いしますという名前でね、150万人まで活動していきたいと思いますんでね、動画アップロードチャンネルとかおまんじゅうとかね、こういうグッズとか、ラバーキーホルダーとかなりましたけど、ベリタンで検索お願いしますというグッズはね、おそらく出ないのではないかなと思いますんでね、これでもいいな、ベリタンを応援したいなという方は、今まで通りの応援でお願いします。そして、もしこの名前をね、早く変えたいなって思うぐらいの感じの人はチャンネル登録をしてくれてもいいです。ちなみに減ったからといってね、おまんじゅうに戻るとこはないので、ベリタンと哲也に明るい未来が待っておりますように。そしてね、さっきも言いましたけど、もちろんこのね命名権どうやってもいいよっていう権利をね、お金を出して買ったベリタンさんはね、もう真っ当な、超真っ当な使い方してるんで、それに文句を言う方がもしいたらね、じゃあお前が落とせとなってしまうので、そこはね言わないようにお願いいたします。ベリタンで検索お願いしますというね、この名前には愛を持ってやっていきますのでね、ベリタンで検索お願いしますをよろしくお願いいたします。うわー、言い慣れなそう。しばらくちょっと生配信とかでもね練習したりしようかな。この動画が出た24時間以内にはね、チャンネル名を変えておこうと思いますのでね、最後のおまんじゅうスクショしておいてください。ということで、たくさんの方々、オークションへの参加本当にありがとうございました。150万人一生超えれないかもしれないし、超えたとしてもオークションはもうないのではないでしょうかと思います。多分人生最後の、個人チャンネル命名権オークションでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。